今回は「首のたるみが気になるの」を紹介します「巡り合えたら夕方メール」などの人気映画監督ノーライフロン o n ×阿川佐和子役で送るつぶやきエッセイ人気映画監督の日常的なつぶやきの中に人生の真理が見えてくるメグライアンのロマンティックコメディって 特に興味もなければ憧れる内容でもないので敬遠してたのですが、昨年、恋人たちの予感を見て、ズガーンとやられ、この脚本家は何者だ、とすぐに達作品を見まくりました。それがこの著者、ノーライフロン、ニューヨーカーらしく謝脱なセリフ、皮肉の効いたクールな演出、ドライで毒とユーモアがあって、 でも根底に乙女心と愛のあるすごい傑作を作る人です。で、そんなおしゃれな、できる女がどんなエッセイを書くのかと思ったら、自分、および世の中年女性の首のたるみについて、バッグの中が整理できなくてめちゃくちゃなこと、と、詩を取ることが素敵だなんて冗談じゃない、とうとう、自虐、皮肉、のオンパレードじゃありませんか。 爆笑に次ぐ爆笑で、なんだかホッとしてしまい、老いについてむやみに恐れる気持ちもなくなりました。最後の章は親友女性の死について書かれていて、ほろりとしてしまいます。この傑作に出会えてよかった。悲しいのは、この素敵な人物がもうこの世にいないこと以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。